写真の場所か、遊園地廃墟と砂漠のどこか、あとは森のあたりかな。ちょっと探してみましょう。移送用の荷物と思われるオブジェクトをマークって言ってもこれじゃ運び出せないな、はあ、まずは通れる状態にしないとダメですね。Thank you.
これで移送用の荷物は全部集まりましたね。こちら 2B 受信している。起動したアクセスポイントからのモニタリング信号が途絶しました。位置情報を転送しますので原因を調査してください。了解。機械生命体がいるな。敵個体の一部からジャミング電波を確認。ジャミング？厄介ですね。
適正機械生命体の排除およびアクセスポイントの復旧を確認。バンカーより 2B へ。たった今アクセスポイントの回復を確認した。ご苦労。司令官、その件で報告があります。なんだ。アクセスポイント不調の原因はジャミング電波を出していた機械生命体が原因でした。その設備が我々の通信端末であることを理解してるってことか。それだけじゃありません。奴らは通信端末であることを理解しているのにアクセスポイントを破壊していませんでした。多分罠を張ってたんだと思います。そこまで知性が発達してるのか、機械どもね。この件は月面の人類会議にも共有しておく。了解。
場所、あの女性にお願いされた写真の場所じゃないですか。座標を記録しておきましょう。捕獲完了。終了。覚えがありますね。この写真と同じ場所です。レジスタンスの女性に座標を伝えましょう。